メージはねなんかできてきてるような気はするんですけどね、今回表現するものがね桜っていうことで、そうですね、やっぱ桜といえばピンクっていうのはまあ間違いないと思うんですけど、まあ、ただね一般のいわゆる僕たちが思う桜色とはやっぱり違うものだってことが分かったんで、その辺でね結構大きなテーマですからね。ずっとこの花もいいですね。ちょっと寂しそう。そうですね、まあ派手さはないけども本当に花がねちらほら咲いてますけど、可愛い薄ピンクで、まあ桜色といえば桜色ですし、またこの毎年元気に咲いてくれるんですけどね、期間はすごい短いんですよね。パッと満開を迎えて終わっていくっていう、その儚さっていう表現なんかも桜向きかなって思ったり、華やかな花も欲しいですもんね。ピンクかわいいな。これもね華やかでピンクだしいいような気もするんですけどね、パンチが強すぎるかな。華やか派手っていうだけだとやっぱイメージが違うと思うんですよね。やっぱ可憐さだったりそういうものも合わせ持っての桜だと思うんで、テーマがあるとやっぱりいろいろ難しいといえば難しいし、楽しいといえば楽しいし、普段とはなんか違いますね。最近はねこういう八重花が非常に高価なのが多いですからね、花一輪一輪が本当にどれとっても芸術ですけどね。まあカーネーションとねピンクとか赤がイメージは多いと思うんですけど、今こういうふうにいろんな本当多彩な色というか、この渋い色からね華やかなまあ覆輪の色だったりとか、こちらが黒赤の覆輪ですからね、こういった豪華な花八重咲きっていうこの花も使いたいなって思ったりもするんですけどね。なんとなくイメージができたようなできてないようなですけどまあでも花だけじゃね寄せ植えて構成できないんで、やっぱ花を引き立てるための大事な役割を担つこうカラーリーフをね、今はもう本当にカラーリーフがすごい主流になってきたんで、カラーリーフだけでも寄せ作れたりもするぐらいなんで、やっぱり寄せ植えの花の中に入るとすごい引き立ててくれるんで、いろいろね斑入りのものだったりとか濃いグリーンのものだったりとか、まあ、お花が咲いてくるものもありますけどね。ヒントっていうか形をどうしようかなと思って、いろいろ寄せの形もねしっかりこう高低差つけたような寄せ植えもあったりとかで、また逆にこういろんな花を混ぜてこう、まあ、ブーケのようにねナチュラルに見せるようなものもあったりとか、どういった形でいくのがイメージに近いかっていうところはちょっと考えないといけないですね。植物のやっぱり一個一個の形でだいぶ変わってはくるんで、あとはその組み合わせ方でねそれまたガラッと変わったりもするんですけどね。悩んでますね今。スケールがねすごい大きなものを見たんで、大きなもので本当にテーマ性のあるものにするか、それとも逆に儚さとかそういったものを表現するためにちょっとコンパクトにするか。まあね、素焼き鉢も可愛いですけどね、素焼き鉢はちょっと今回のイメージとはちょっと違いますね。最近はねこういったいろんな柄の入ったおしゃれな鉢も多いんですけどね、なんかでも今回見たイメージとはやっぱりこういうのも、まあ、モダンってわけでもないんですけど、ちょっとやっぱ雰囲気が違うかなって。この辺の鉢がなんかこう味があっていいんじゃないかなって思うんですけどね。重厚感っていうか、そういうのも欲しいですしね。白を基調にしていけば、まあ、ピンクっていうのはすごい映えるしいいなっていうのもありますし、ちょっと綺麗すぎるかなっていうのもあるし、これかなりイメージとしてはいいんじゃないかなっていう気がしますね。まあ基本は陶器鉢なんですけども、まあ、塗装の際にね、ちょっとこういったざらついた質感に仕上がるように少し細工をしてあるんですね。ですのでちょっとこう、まあ、山のイメージっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、そういった自然を感じさせるようなナチュラルな雰囲気があるん でまたこの茶色、特に濃い茶色、ピンクがねすごい映える色なんで、合わせても寄せが非常に引き立つんじゃないかなって。そうですねそこはちょっとやっぱり見たね、その山での桜っていうイメージもありますし、雰囲気を合わすためにはこういった鉢の方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。決まりでいきましょうか。だいたいお花も揃いました。いろいろ、まあ鉢もねいろいろ考えて選んだんで、それと合わせてお花をこっちに置いてあります。パッと見るとね、ちょっとおとなしい色合いが多いですけど、まあ、鉢の色と合わさって、もしくは他の植物と合わさっていけばかなりイメージに近いものができるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、当然この鉢なんでこんなに全部入らないんですけどね、まだまだもう少しだけ悩ましてほしいなと思って、一応これはいいんじゃないかなっていうものをどんどんここに集めてみたんで、この中から多少まあ選びながら桜のイメージに近いものができるんじゃないかなと思います。じゃあまずはこのエリカから植えましょうかね。今回この時期にあえてエリカなんですけど、いろいろ訳あって最終的にはキーになってくるかなと思います。エリカはね強いんで、ある程度根っこを切っちゃっても大丈夫なんで、これをまず中心に。あー、雰囲気あるな。さあ、まあ、この辺からもう結構悩んじゃうパターンですけどね。ボリュームの問題だったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、色合いがねすごい色なんですけど、あー、これかなり悩みますね。これ結局そのいつもの綺麗な寄せ植えを作りたいだけじゃなくて、テーマ性があるというところで、なんかこう華やかに見せたい自分と、やっぱりもっとイメージに近づけたいっていうところで、その葛藤が一番ですね。できました。まあ、いろいろ置いてますけども、今回作ったのはこちらの寄せ植えですね。で、まあいろいろ、吉野の桜ということで、普通の桜色とはまた違う見たものを一応考えながら作ったんですけど、まあ一番の特徴はキーにもなるといった、やっぱこのエリカの存在っていうのはあると思います。花色は白なんですけども、赤茶けた葉っぱになることで花がうっすらピンクに見えたりもする。でまたその焼けた葉っぱの上から新しい新芽が出てくる、この辺の生命感というか生命力っていうのは非常になんか桜にも通じる部分があるなっていうことで、でまた白がベースっていうのが今の桜色とは違う、僕らが見た、山桜の白山桜のイメージがこれなのかなっていうことで、これをベースに使いました。当然白だけでは構成できないのでピンクの花色も入っているんですけども、で、まあ、いろんな色を実際こういうふうに配しているわけなんですけども、一つの色を表現するために単純に魚はピンクっていうだけではなくて、いろんな色ですね、ピンクだったり赤白いろんなものを織り交ぜることで、そのピンクをより引き立てる、強調するっていうような色の使い方をこの鉢植えの中で今回は表現しています。でまた実はこっちでね、工夫している点が、工夫でもないですけども、実際なら摘んでしまう花柄がね部分的に残っているんですね。っていうのも、やっぱり吉野の桜っていうのは、場所によって、いろんな時期に咲くように仕掛けられてるんですね。それを一鉢の中でも表現しようということで、ここには満開の花があったりで、今よく咲いてきた花があって、でそしてこれから咲いてくる、花ですね。でその散った花も残すことで、いろんなその豪華さの裏にある儚さっていうものも一鉢の中に表現してみました。で、まあ、今回鉢を4鉢並べてるんですけども、まあ、思ったそのもともとの桜の色のイメージがあって、で今回見てあこうだっていう感じたものを、まあ、メインで置いてるんですけども、それ以外にもやっぱりこの辺も今の桜色かなっていうミニバラにしても紫陽花にしてもイメージがあったんですね。こういった背景があることでこの一鉢も引き立つんですね。これがなんか今の、僕は最初は行く前は桜色ってこれなのかなって思ったんですね。まあ、バーベナ美女桜ですねが前に入ってますけど、この明るいピンクっていうのが多分桜色のイメージで、テイストをまあガラッとまではいかないですけども、より可憐なイメージのこっちに持っていきました。難しいんで今すぐ辞退しようかななんて思ってますけど、そういうわけにはいかないですよね。まあこう頭の中にあるいろんなイメージを表現する、まあ、僕にとってキャンバスみたいなもんですかね。まあ鉢が舞台なら、まあ、いろんな植物がそれを演じてくれるキャストとしていて、でそれをいろいろね、どうしようかな、どう表現しようかなっていう、こう考えて監督する僕がいて、まあ強いて言うなら僕はもう差し詰め蜷川幸雄ですよ。